ビール。どれから行きましょう。どれから行きましょうか。今日はお友達の萌ちゃんが遊びに来ております。よろしくお願いします。私たちクラフトビールが大好きで、最近ね、もう萌の方はもうクラフトビール博士になりつつあるので、今日はちょっと私たちのおすすめ&ちょっと気になるのをね、ゆるくセーフと飲んでいきたいと思います。さっぱりめからこれ一口ね、これはね、私のおすすめ、マンチン酒場だって、でよく買いに行くんだけど、そこのお店の方がこれ好み伝えたらおすすめしてくれて買いやした。いいですね。いい。お、見て、色濃いめなの。うわ、濃い。さっぱりなのに色濃いめなの。ドイツっぽいかもね。これ箱根行った時に手作り手作りビールグラス。みんなで、このさ、半分分けるときちょうどいいよね。あ、ちょうどいいね。あ、いいね、ぴったり。じゃあ、いただきます。乾杯。うまい。美味しくない？うまい。ほんとさっぱりだよね。うまいね。ちょっと酸っぱみあるね。うん。でも、甘いみたいです。マイビアで調べていい？マイビアって何なの？マイビアは、なんかクラフトビールとかビアバーの検索サイト、へー、ほぼほぼ見つかる、全部フランスだ。あ、そう、フランスらしいです。ユサンジュ、ユサンジュっていうところ、フランスの。でも私、飲んできたクラフトビールの中でも、なんか、ほんとさっぱりしてる気がする。え、いい、美味しい。なんかご飯食べながらとかね、料理。あ、そういえば肉どうなったの？ちょっと本当だよ。え、プチトマト好き？好き。フルーツトマト買ったんです。え、最高。はい、ステーキです。イエーイ。普通に食べてていい？え、全然食べて。これ気になる。もうね、冷めちゃったんだけど。長芋、でも塩コショウだけなの。うまい。醤油とかかけたかったら全然。なんでそんな絶妙。なんでそんなことになっちゃうの、いつも。毎回毎回。すごくない？すごい。まだ開けてもないやつの上に。うまい、ちょうどいいよ。じゃあいきますか。行きましょう。これは萌さんのおすすめ。デー本命ですね。デー本命らしいです。デー本命ですね。すごかったもんね。これが美味しすぎるような電話来たもんです、いや、美味しすぎたね、これ。びっくりしすぎて、本当に美味しすぎちゃった。困っちゃいましたね。なのに全然売ってないんだよね。あー、色じゃないですか。いい色。私たちお気に入りのヘイジー系。ヘイジー系ですね。美味しいって。じゃあ、いただきます。もう一回。匂いがめっちゃ良くない？いい。フルーツの匂いする。うまっ。うまくね？うまい。うまいよね。うん、なんかさ、苦いんだけどさ、ほんとグレープフルーツみたいにファッと消えない？消える。わかる、ね、そうそう。なんでこんなフルーティーなの？ホップの種類、へぇーと発酵でそうなるらしい。へぇー、ホップって何なんだろう。謎。じゃあ、み香りやすい。ホップはビールに香りや苦味をつける大事な原材料。ビール作りにおいて重要な役割を担っています。なんか4つの役割みたいな感じ。
そうそう、植物なんだよね、うんうん、私ほんとついこの間までそれすら知らなかった、うん、なんか泡、うん、なんか麦からできてる泡って思ってなんかホップの生産地とか巡りたいよね。巡りたい、ね、工場見学。ちょっとこの動画好評だったら、うん、もしかしたら行かせてもらえるかもしれない。うわ工場見学、工場見学酔っ払ってるだけ酔っ払いに行くだけ、飲み行くだけありがたいよね、マジで清掃していくわ、うん、持っていこうビールを広めていこう。これね、うん、気づいたら酔っ払ってるんだよね、うん、もう多分結構明るくない。結構これ何パーだっけ、8ぐらいある、7、うんうん、8.5。 あ、8.5、まあまあだね、うん、でもこれ萌が言ってたの分かるわ、うん、めちゃめちゃ美味しい。分かるでしょ、うん、で今これナンバーワンこれ、あ、でもこれ結構こってりじゃん、うん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 、だからさっぱりジャンルとこってりジャンルで、うんうん、こってりジャンルだとこれが一番確かにね、なんか濃厚っていうか、なんかどしっとくるよね。本当に軽いつまみとこれだけでいける、うんうん、感じじゃない。味が濃いから、ご飯とかと一緒にっていうタイプではないかも、うんうん、でも美味しいな、これ。美味しいよね、パッケージも可愛いしね。そう、なんかクラフトビールさ、本当さ、なんかこう場面によってさ、うん、今日はこれだなみたいな、そうそうそう、選べるの楽しいよね。その結果だから、そうなんですよ、クラフトビール屋さんになっちゃった、ね、ちょっと見せられなくて残念さすがにちょっと冷蔵庫の中はね、ちょっと見せる勇気がもうほぼクラフトビールのお店の冷蔵庫状態。何本くらいあるんだろう、もう10本以上あるよね。ってか上ののはほぼビールだね美味しかったです。やっぱ萌のおすすめ、これさすがだわ。また飲めて最高。見つけた人は買った方が良い、絶対買った方がいい口行ってみる、行ってみよう。これは私が見つけてきた、あの萌が都市伝説人間なんでなんかフリーメイソンみたいなのあったよって言ってフリーメイソン買ってきました。あ、ほらほらほら、めっちゃ濃いね。このぐらいしょぼ、なんかドイツっぽい。ありがとう。なんか麦感、なんだろう。いただきます。うん、なんだろう、新しいかも。新しい、でもうまい。なんかあの癖も強烈な感じが何もないんだけどね。でもクス、うん、またこれホップにね、謎がある、ね、これは三角の謎が含まれてるな。探求したくなるやつだ、これも。これはね、探求したくなっちゃうやつですね。なんでもないと思うけど。でもこれ美味しいわ、うんうん。これもご飯合う系だと思う。うんうん、美味しい、これも、うん。なんか私たち、ヘイジー系が好きで、うん、ヘイジーって、濁ってる感じ。濁ってる感じ。うん、でも、オレンジピールみたいな爽やかさがあるみたいな、うんうんうん、これ私の勝手なヘイジーの認識なんだけどえ、でも何も一緒、そんな感じ。なんかヘイジーって書いてあれば大体そういう感じのばっかり飲んでるけど、ね、これめっちゃサラッとしてる、うん、美味しい、うん、次のに行きましょう。どうする、これはもう私たちのおすすめ、うん、なんだっけ、チェンジオブプランズ。美味しいね、これ。ほんと美味しいね。前に萌がね、買ってきてくれて、わっ、やっぱ一旦こんぐらいにしよう。匂いが安定、安定の安定の美味しいんですよねいただきます。ありがとうございます、うん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。こちらはどういう感じで美味しいですか？どういう感じで美味しいですか？これはなんかフローラルでも伝わる？なんかさ、でもそうだね、優しくない？うんうんうん、なんかでもちゃんとビールのガツンと感も、うん、い
ごい影にあるの。影にあるんだけど、なんかパッフローラみたいな感じが来る、うん、アロマ感の方が強いよね、うん、シトラスとか。そう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 、匂い、香りが結構。これも麦芽、オーツ、小麦、ホップ。待って、麦芽とオーツと小麦は違うの？もう分からない、私分からない。これ私結構今ね、うん、一番好きぐらい好き。分かる、さっぱりジャンルですか、うん、そうそうそう、分かる。テンジオブプランス、ぜひ。なんかね、これね、私この間見つけてきて、あれ私だよね、これ。そうだよ。分かんない、え、誰？これ？これ？それじゃない？お寿司レーション、ダブルインディアペイルエール。ここにはフィンバックオスシレーションって書いてある。黄色。あ、でも匂いちょっと。なんかちゃんと個性あるかも。いただきます。おいしい。おいしい。見つけちゃったの顔してた。これ美味しい、美味しい。うん、なんかこの黒いパッケージからは想像つかないさっぱり感、うん、爽やか感がある。だからあのうちらの好きなグレープフルーツ系の、うんうん、あ、抹茶タージもすっきりだね。これめちゃくちゃうまいな。これはアルコール分入ってないぞ。そんなわけない。待って、見つけてみて。そんなわけない。これ危ないかもしれない。そんなわけはないよ。おいしい、おいしい、おいしい。でもこれめっちゃおいしい。今日、まあこれ萌に教えてもらった、あ、これ最後にやろう、うん、ちょっと、うん、真っ赤なんだけど。そうね、でももう相当回る。クラフトはマジで、うん。ラスト、こちら。もうちょっと説明ができるのか。こちら、バテレの6周年。記念した、バテレはね、お気に入りだよね。ね、結構飲むよね。ね、かわいい。でもなんか、色は思ったより濁ってないけど、うん、多分好きだと思う。香りする、うん、なんかちょっと桃っぽい匂いするね。おいしい。わかる、うまいよね、うん、あーなんかほんと安定のうまさ、うんうん、でも苦味も結構あるね。うん、ちゃんとある、うん、だけどそこまで残んなくない、うんうんうん、ベーって残る感じじゃなくて、今日結構ガツンと行きたいわみたいな、うん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 、日にはちょうどいい気がする、うん、やっぱ最初のこの衝撃が結構、うん、くるくるくるね。あの爽やかな中でもある。そう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 、なんかそんなすっごい苦いってわけじゃないけど、うん、ある。期間限定の儚さ。そうだね、そうだよ ね、だって6周年のこの時期しかやってないってことでしょ、うん、私でもさ、クラフトビール自体がさ、うんうん、結構さ、こうもう一回出会ってからしばらく経ってからともう出会えないの多いじゃん、うん、そうなんだよね。もうプレミア感出しすぎ、うんうん。これは大丈夫なんでしょう。ただただ幸せの動画、うん、ね。よし、飲んだな、飲んだな。え、ちょっと待ってね、私ちょっとこの中でベストを決めるとしたら、いいね、あ、さっき瓶片付けちゃった。とりあえずでもやっぱりもう定番のね、私たちが大好きなこのテンジオブプランズと、まあ私これ好きだな、ラグ、これさっぱり系、うん、うん、あとてか全部良かったな今回。この萌おすすめのラストプレイスオンアース、うんうんうん、もめっちゃ美味しかった。美味しかったね。あとこれね、これも美味しかったね。ダブルインディアペイルエール、
美味しかったね。これも美味しかったしね。美味しかったね。でも全部、ま、これが美味しかった。美味しかったでしょ。どうしよう、ま、これはだって万全で持ってきてるから。今日の新発見で言ったら黒が結構一番わかる。うまいな、うまいなって思った。これいや、いいね、いい、いい試飲会ができました。そうだね、品評会とか言ってがっつり飲んでる飲みたいだけの会はい、以上で、はい、クラフトビールをいっぱい飲む動画でした。もうありがとう、あやからせていただきました。ありがとうございます。じゃあバイバーイ。